十時か。ん？おい、何か匂わないか。あ？本当だ。なんだかいい匂いが。十時ジャスト、さすがです。かわいそうに、こんな薄暗い場所に閉じ込められて。すぐに出してあげましょう。あなたの好きな日の当たる場所へ。大口開けてんじゃねえ。だって暇なんだもん。まどかさんの一件以来お仕事ありませんね。だから仕事取るためにビラ配りすんの。ほらお前もさっさとビラ作れ。こんなことしても無駄だと思うけどな。うれ暇そうじゃねえか。ああ、指導どうした。雑貫屋は廃業か。てめえ、たるまわしい。何しに来やがった。ここは喫茶店だろ。客が入っちゃいけねえのかよ。どうなんだマスター。いや、客なら誰でも大歓迎。ただしつけはお断り、払いは現金でな。おい、猿まわし。ん？てめえ、マリウドの末裔だって話本当なのか。だったらどうした。どうしたじゃねえよ。てめえ今マドカのところにいるんだろ。マドカちゃん巻き込む気かよ。昔てめえを追ってたって連中が居場所を嗅ぎつければ。てめえに言われる覚えはねえよ。自分のけじめは自分でつける。マドカは俺が守るさ。俺の命に変えてもな。はい、お二人さん。はは、ヘブンさん。おお、ヘブン、仕事か。まあね。ああ、シド君もどうも。ちゃんと来てくれたんだ。呼ばれりゃ来るさ。仕事だろ。呼ばれたって。仕事ってなんだよ。あれ、知らなかったの。彼、奪還屋始めたのよ。昨日バン君たちがビラ配りとかで捕まらなかったからさ、早速頼んだんだけど、なかなかやるわよ。依頼人も大満足でさ、もう大助かり。なんだ、そっか、奪還屋をね。てめえ、この喧嘩売ってんのか。それじゃ商売がたりじゃないから。どういうことなんだよ。まどかに家賃払うと思ってよ。なんだよ、俺が奪還屋やっちゃいけねえかよ。いいわけねえだろ。表出ろ表。あ、依頼人さん。どうも、本家奪還屋の御堂番です。よろしく。それじゃあ始めましょうか。紹介するわ。こちら画商で、高岡屋デパートで美術品の鑑定や売買をなさっている八須さん。どうも。で、高岡屋デパート付属美術館の館長、虻川さん。虻川です。へえ、八須さんに虻さんか。なんか刺されそうな名前だね。で、依頼ってのは。これを。わあ、綺麗な絵。ひょっとしてこれアブさんが。違うわよ、これはひまわり、ゴッホの絵よ。ゴッホ。ヴィンセント・ヴァン・ゴッホ、100年以上前の世界で最も有名とされる後期印象派の画家よ。そのエネルギッシュな絵画への情熱と作風から炎の画家と呼ばれているわ。へえ、俺も名前くらいは知ってるけど。おめえが知ってるくらい有名な画家だがよ、生きてる間に売れた絵はたったの一枚。世間から認められねえまま1890年ピストルで自殺した。そのゴッホの代表作って言われてんのがこのひまわりの連作だ。へえ、意外。バン君、絵のこと詳しいんだ。うっせえや。ゴッホが描いたひまわりは全部で12枚。だがこいつは。気がつかれましたか。これはその12点のいずれでもない、新たに発見された13枚目のひまわりなのです。
13枚目のひまわり。間違いないんですか？とあるルートからこの蜂巣が購入、慎重なる鑑定の結果本物であると確信しました。値段にすれば数十億、いや数百億、まさに世紀の発見でしょう。このひまわりを公開すべく密かに準備を進めていたのですが、先日記者発表を目前にして盗まれてしまいました。盗んだ相手もおおよそのありかも分かっています。そこであなた方奪還屋にこの13枚目のひまわりを取り戻していただきたいのです。ことを荒立てたくありません。何分警察には内密に。で、その犯人っていうのが？警視庁重要犯罪者リストでいうところの SX28 号、通称クレイマンと呼ばれる人物です。クレイマン。クレイマンというのは絵画専門の怪盗でして、どうやら奪還屋を雇うようですよ、あの悪党ども。奪還屋？おや、どなたか心当たりでも？まあね、もしそいつらだったらちょっと手強いかもよ、クレイマンさん。その時はまたあなたに手を貸していただきますよ、卑弥呼さん。あなたがおっしゃるのはゲットバッカーズとかいう人たちのことでは？噂は聞いたことがあります。確か邪眼とかいう技を使う男と発電能力者の二人組。御堂伴と天野銀次、見た目は間抜けっぽいけど、これが結構やるのよね。あなたの目に留まるとは、なかなかの人たちみたいですね。それに、御堂伴というのは、ひまわりに気づいた方ですね。面白い。何をするつもりか知らないけど、私の仕事はひまわりをここまで運ぶこと。次元校で警備員をしびれさせたのはあくまでもサービス。尾行屋につけられたのはあなたのミス、私には関係ないわ。そうですか。あなたの仕事ぶり実に見事でしたよ。私と組んで場数を踏めばきっと立派な絵画泥棒に。遠慮するわ、これでもプライド持って運び屋やってんの。なるほど、わかりました。ではそのプライドにかけてひまわりを私のギャラリーに運んでいただきたい。それならよろしいでしょう。いいけど、その前に一つ。何でしょう？存在しないはずの13枚目が今頃出てきても、それが本物だなんてどうも信じられないのよね。本当のところどうなの？本物ですよ、間違いなく。心を静め、じっくりとご覧なさい。そうすればわかります。真の芸術には心をわしづかみにする迫力がある。無駄な説明などいりません。私、絵のことはよくわからないんだけど、なんだか不思議な感じ。胸が熱いような、それでいて安らぐような、そんな。なかなか見る目が終わりのようだ。だがこの絵の進化はここではわからない。せっかくのひまわりもこの場所では十分に輝けません。明るい日の当たる場所に彼を出してやらないと。俺は降りるぜ。なんか気が乗らねえや。シド君？なあ、シド。安心しな、この仕事俺たちゲットバッカーズが引き受ける。ああ、そうですか、よかった。こちらとしてもギャラは弾みます。100万、いや200万でどうでしょう。200万バンちゃん。じゃあ契約成立ってこって。わーい、200万。先生、そろそろ戻りませんと。おっと、もうそんな時間かね。うわー、すっごい金ピカ。いや、大したものでは。19世紀のものですが、200万ちょっとの安物で。これも200万。ったく、何やってんだよ。ねえ、バンちゃん、19世紀に電気時計なんてあったの？あ？ええ、これは手巻きですけど。おかしいな、今確かにピリって
こいつは偽物だ。中身は盗聴器。こいつの電波に銀次が反応したってわけだ。そんな。へっ、くったらねえ小細工しやがった。おい、聞いてっか、コソドラ野郎。これから俺らゲットバッカーズが乗り込んでやっからよ。首を洗って待ってな。上等じゃない、バンのやつ。いいわ、クレイマンさん。あいつらに明かりもあるし、とことん付き合ってあげる。頼りにしてますよ、レディーボーイさん。それからあなたに会えるのを楽しみにしています、ミドーバンク。やあ、カズキ。いいのかい、そんなに簡単に仕事を譲って。ギャラ200万らしいよ。また糸で盗み聞か。君たちのこれからの関係に興味があってね。特にあの御堂伴という男、なぜ銀次さんが彼に寄り添い君までが近づこうとするのか。あのな、別に俺は。で、さっきの質問。お前なら分かってんだろ、ひまわりが偽物だってこと。どう考えてもな。警察に頼まねえってのも妙だ。何か裏があるに決まってる。でもならなぜ銀次さんたちは引き受けたんだろう。無限城育ちの銀次さんなら悪党のやり方は分かっているはず。それに御堂伴、彼がその裏に気づかないとは思えない。知るかよ、どうせ金だろ。さてともう少しウォッチングを続けてみますか。あれがクレイマンのアジト。どうしたの、バンちゃん。あ、ヘッモンさんも言ってたのに、この仕事裏がありそうだから降りてもいいって。それにいつもなら速攻で乗り込むのにさ、こんなところで監視だなんて、なんだかバンちゃんらしくない。銀次、おめえクレイマンってのがどんな野郎か知ってっか。なんか名画専門の怪盗だよね。クレイマンってのは裏の世界での通り名で、国籍、本名、性別、全て不明の謎の野郎だ。しかもこいつが盗んだ名画ってのがどれも偽物の噂がつきまとう代物と来てる。今度の13枚目のひまわりも偽物に違いねえんだが、あの写真を見た瞬間、ただの偽物にはねえ何かを感じた。気にならねえか、銀次、あの絵の正体が。うん、俺には難しいことは分かんないけど。ったくおめえはよ。本当は自分が知りたくってしょうがないくせに。なんじゃねえよ。ねえ、バンちゃん、何か匂わない？なんだろう、どこかで嗅いだような。あ、吸うな、ケンジ。すいません、ケンジ。そう、体格をってことだ。あれ、俺一体対角だよ。卑弥呼は敵についてやがる。行くぞ。バンちゃん待って。やめんだよ、そんなジープでうちのテントウムシに。間違いなく卑弥呼だった。すり替わる余裕なんざ絶対なかった。指揮者、なんだか悪い夢でも見てるみてえだぜ。これじゃまるで邪眼。バンは、お前はこれから多くの不運を背負っていく。
蛇使いだを右手に宿し、私のまがまがしい瞳を受け継いだお前はただ一人の。バンちゃん、バンちゃん、行こう、バンちゃん。おう。そうだ、そんなはずはねえ。ジャガンは俺のクソババアから受け継いだ不言の瞳。バンちゃん、今のやっぱり邪眼なわけねえ。あれは相手と目を合わせて初めてかけられるんだ。目も知ってるだろ。でも、もしあのクレーマンってやつが目を合わせなくても同じ力を使えるやつだとしたら。キツネにつままれたような顔してるわ、二人とも。無理もありません。自分の切り札を敵に使われた、そう思ってるのでしょうから。面白いことを考えつく人だ、あなた。そっちこそ、あなたの技はまさに芸術ってとこかしら。あんなものは芸術とは無関係ですよ。ただのまやかしです。しかし、あれ式のことでは諦めないようですね。そうでなくては困ります。では例の場所。バンちゃん、行くぜ。慣れるかって、どこなんだここは。気がついたみたいね。ん、ヒミコ。いいざまじゃないバン。どうかな。あんまり舐めてもらっちゃ困るぜヒミコ。さあ、どういうつもりなんだ。俺らをこんなところに連れてきてよ。私が招待したのです。私が集めた名画の数々を見ていただこうと思いましたね。古今東西の巨匠たちの名作をね。ざけんなよ。どうすりゃそんな数々の名画を揃えられるって言うんだよ。え？はは、そうか。おめえはあのハチスとかいう野郎とグルだな。保険をかけた偽物をおめえが盗み、その保険金をハチスが騙し取る。そんなところだろう。面白い推測です。自分の目で確かめてみますか。このひまわりが偽物かどうか。バンちゃん、これ本当に偽物なの？俺なんて言っていいかわからないけどさ。真の芸術に言葉はいらない。あなたならわかるはずです。ゴッホの情熱が。
魂。なんだよ、何なんだよこの迫力は。まさか本物だってのか。そんなはずはねえ、そんなはずは。もうすぐ出られますよ、あなたの好きな日の当たる場所。